はい、こんにちは。坂井ギタースクールです。コミを見てみたいと思います。いつも動画を楽しく見させていただいています。腰が良くなりつつあるようで安心しました。私はクラギを習い始めてまだまだの超初心者です。先生から和音の時スタッカートになってるからレガートにと言われました。弾き切ってしまうとのことですが、スタッカートで弾く技術もなく、右手の IMA を一体どう動かせばいいのか分かりません。先生教えてください。この質問がなかなか分かりませんっていう感じですけど、和音の時にスタッカートになってるからレガートに、もっとレガートに弾きましょうねって言われてるんですよね。で、弾き切ってしまうとのことですが、弾き切ってしまうとのことですが、これは先生に弾き切ってしまってるんだよって言われてるんですかね。弾き切ってしまうって一体、弾き切ってしまう、弾き切ってしまうってなると、なんかそんなスタッカートになりそうもないんですけどね。スタッカートで弾く技術もなく、右手の IMA を一体どう動かせばいいのか分かりません。スタッカートで弾く技術もなくというか、スタッカートになっちゃってるんですよね。和音を弾いた時にスタッカートになっちゃう現象、まあいろいろあると思うんですけどね。例えば和音連続でって弾く時に、右のセッティング早すぎて、なんかこんな感じになっちゃうとか、もしくは和音を弾いた時に押さえてる指がすぐなんか離れちゃうとか、でもまあ離れるっていうよりはなんか右手な気がするんですよね。右手でスタッカートしちゃってるような気はするんですよね、この質問だと。まあそうなると、右手でポンと引いて引き切ってしまう、いや引き切っていいんじゃないかなと思うんですけど、引いて次引くギリギリまで弦にピュッと触れないようにしなくちゃいけないとかね、なんかそういうところは気をつけていった方がいいですよね。スタッカートで弾く技術もなくというか、スタッカートになっちゃうのをやめるんであれば、スタッカートで弾く技術はまあ今のところはね、なくてもいいという感じでしょうけど、まあちょっとね、具体的なことがわからなすぎるっていうところもありますけど、おそらく右手で触っちゃってんじゃないかなみたいな、僕はそんな気がしますけど、どうでしょうか。和音の時スタッカートになってるからレガートに、まあこれはね、でもあるあるなんですよね。和音がこう滑らかに続かない、つながらないっていう、でスタッカートになってしまってるのをどうにかするっていうものじゃなくて、和音を滑らかにつなげるっていうのは、いろんなところにねコツが存在するんで、どの和音からどの和音へ移動するのかっていう、その和音から和音へのその和音によっても、この和音の流れだったらここに注意すべきだよねっていう、それって結構いろいろ和音によって変わってきたりもするので、まあね、ちょっとその辺をこう、もうピンポイントでこの和音からこの和音行くならこの指に注意するとか、この音に注目するとか、なんかいろんな、ポイント、これ先生にもね、具体的にどこをどうすればレガートになるのかっていうのは、でも習ってるんですもんね、このコメントくれた人はね。先生から言われてると、
だから先生から具体的に聞いてみるのが一番です。うん、具体的に聞きましょう。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。